滑れるのか、ちょっと面白い映像が撮れたらいいなと思いますので、ぜひ最後まで見てね。ではレッツゴー。世の中お前っていう花が来てるそうか、もう追っかかれないんじゃん。こんなに近い。世の中の皆様、こちらが漢字機になります。知ってますか？最近はプラスチックのものもあるみたいですが、これを履くことによって雪に埋もりにくくなります。埋まりにくくなります。はい、これはですね、中の木を曲げて作ってるんですね。手作りです。まあ、タムギマタに、そう、タムギマタに、そう、職人さん。和風総本家にも出てたよ、その職人さんね。え、絶対無理。いける。絶対無理。あ、絶対新年一発目のそり遊びを行います。コースはこんな感じで、なかなかの傾斜は伝わったな。手作りです。誰の？お兄様が手作りしていただきましたので、楽しんで滑っていきたいと思います。雪が多すぎて伝わってる。いくよ。まだ、はい、え、まだいいですか？え、じゃあここから行きますよ。ここから、はい、この映像で、はい、安全第一で頑張ります。ちょっと白くて全然コースわかんないけど。え、どこを持つことが正解なの？
はい、いつでもどうぞ。いや、縁でしょ、縁。そう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 、そこそこ。最後後ろに転がるからね。後ろに転がる。うん、はい。俺押した方がいいのこれ。いいからいいから早く行って早く早く コツをつかめば早くなるから、うん、じゃあもう一回行こう。このカオスな状態をもう一回、はい、いや、こんなにね、大声出してもね、近所に迷惑はかからないから。重いわ。近所がいなさすぎて迷惑かからないから。ちょっとダイエットして。ね、正月太りだから仕方ない。ほい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 。いいね、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 いいね。もう感覚は掴んでるよ。ういっしゅ、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 いいね。もうちょっとまっすぐが理想的だけど。よし、足をちゃんとして安全。パラリンピック目指してます。なんだなんだ、ボブスレーみたいな。スタート。ちょっと待って。よし、パラリンピック出そうだな。何ボブスレー競技。そうです。すごいいいじゃん、楽しめるよこれは。ぜひ皆さんにやってほしい、そり遊び。安心安全。はい、こんな感じでそり遊びをやってみました。安心安全でとても楽しかったです。せっかく雪がたくさんあるので、もっともっと雪遊び動画をこれからも撮れたらいいなと思っておりますが、ちょっと何したらいいかわかんないな。やってもらいたいことあればぜひ言ってください。はい、こんな感じで、この動画が面白いなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。これもともとの高さ。うん。はじめそうやって手でやって。あ、ね。なるほどね。そうやって手でやりながら。それをどっちも作ってくれたってこと？マジ雪国の映像。なるほどなるほど。こういう風にしてこのコースは作られたわけで、素晴らしい。てかマジ、うん、面白いでしょ。マジ身内ネタすぎてちょっと面白い。やるとこいっぱいあるから。
こんなに雪がいっぱいあるんですよ。これ全部下ろさないといけないんだから。そう、皆さんこれは雪下ろしよね。これ雪これ全部やんないといけないんだから。これ何に使うの、この映像。普通に皆さん見直していただけましたか。あ、お兄ちゃんのイメージをね、お前ってやってるんですよ。お前って言って批判されていましたが、ちょっと言葉遣い悪いけど。ちゃんと真面目にね。ここなんてね、もう遠いんだけど、ここはやって2日前に下ろしたばっかなのに、もうこんなになっちゃってる。ちょっと遠いんですよ、もう遠いんですって。2日前にやったばっかだよ、これ。うるさ。Making love.